なんでこんなに暗いのよ。暗いのは苦手って言ってるじゃない。大丈夫だよ、そんなに暗くないって。暗いわよ、十分すぎるほど暗いわよ。ああもう誰かいないの、明かりつけなさいよ。眩しい。希望の戦士の超絶リーダー、超小学生級の体育の時間こと勇者ダイモンマサルダイ。やいやい、もう逃がさねえぞ魔物ども。なんなの、あのやたら頭の悪そうなガキは。あの子だよ、私に腕輪をつけた子供たちの一人で。一人なんて雑魚扱いすんな、俺っちは希望の精神のリーダーなんだぞ。俺っちは威張ってばっかで隠れてるだけの大人どものリーダーぶった連中とは違えんだ。誰よりも勇敢に最前線に立って後に続く仲間と手下を引っ張る最高のリーダー、それが勇者ダイモンマサル様なんだい。だよな、俺っちって頼もしくってかっけえよな。すっかり酔ってるわね、ああいう風に周りが見えてないガキは。やい、いきなりリーダーが出てきてビビったか。ビビってんだろ、情けねえな。やっぱチンチンついてないやつは弱虫だ。チンチン、あいつチンチンって言ったわよ。チンチンって大きな声でチンチンって、なんてハレンチなの、大きなチンチンって。深川さんはちょっと言い過ぎかも。よっしゃ、じゃあ覚悟しろよ魔物ども。今さら犬みたいに腹を出して服従のポーズをしてもダメだかんな。覚悟って何の。決まってんだろ、ここはコロシアムだぞ。お前ら魔物を殺すんだよ。殺す。あんたって圧倒的に知能指数が足りてないのね。コロシアムと殺すは何も関係ないわよ。え？古代ローマの円形闘技場コロッセウムの英語読みがコロシアムってだっけよ。それも知らずにカッコつけちゃってやっぱりガキね。知ってない、今のは小粋な勇者ジョークだい。お前ら魔物のくせに生意気だぞ。一体その魔物って何なのよ。まさか私たちのこと。私たちっていうか大人のことなんじゃないかな。は？ああそうだ、お前ら大人は魔物だ。俺っちたち子供の敵なんだ。だから俺っちは希望の戦士のみんなと一緒に邪悪で小賢しい魔物どもを一匹残らず狩りまくって、そんでこの町に子供だけの平和な楽園を作るんだい。何あれ。なんだよもう、見てわかんねえのかよ。
こいつらは俺っちが勝った魔物だい。ヒッヒッヒ、どうだ、すげえだろ、一億点満点だろ。おまる、ダメよ。みちゃん、ダメよ。見ちゃダメって言ってるでしょ。こいつらはちょっと産んで育てたってだけで、この客席にいるみんなを支配していた魔物だ。勇者である俺っちがそれを買ってみんなを自由にしてやったんだい。そんなに褒めなくってもいいって。リーダーとして当たり前のことしただけなんだからさ。なんでこんなことができるの。あなたたちだっていつか大人になるのに。それなのにこんなこと。大人になんかならねえよ。俺っちは希望の戦士のみんなと約束したんだ。モナカちゃんと約束したんだ。汚くて醜くて臭い魔物になるくらいなら子供のまま死ぬんだって。ほら聞こえるだろ、みんな俺っちに感謝してくれてるんだ。俺っちはみんなの勇者だからな。俺っちが一匹残らず魔物を狩り尽くせばもう誰も怯えないで済むんだ。無人な暴力なんかに怯えないんで済むんだ。怯えないで。怯えないぞ。怖くなんかないんだぞ。痛いのも暗いのも怖いのも酒臭いのも痛いのも、もう怖くなんてないんだ。いくら殴られて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 も、もう怯えたりなんか、怯えたりなんか。あれ、なんだよこれ。おかしいな。くそ、止まれ、止まれよ、止まれ止まれ止まれって。怖くない、俺っちは何も怖くないんだ。だって俺っちは勇者なんだぞ。勇者は何も怖くないんだ。死ぬのも殺すのも怖くない。無駄よ。こいつら完全にイカれてるわ。生きるとか死ぬって概念すらどうでもよくなってる時点でもう末期よ。お前らは体も貧相だし、まだ完全な魔物にはなってねえみたいだけど、でももうすぐお前らは魔物になる。空気が抜けたサッカーボールより最悪な魔物にな。その前に俺っちが退治してやるんだ。
から希望の戦士のリーダーである俺っちが、勇者である俺っちが、このチンチンがねえ魔物どもをバチッと退治してやっからな。母さん、どうしよう。相手は機械なんだし、きっと白夜様が渡してくれたその銃があれば、これでなんとかなる。なんとかなるじゃないかしら。なんで疑問系なの。いっけー勇者ロボマークガイバー、薄汚い魔物どもを蹴散らしてやれ。お前らを殺して高得点ゲットすれば、俺っちがデモンズハンティングの覇者だ。そうなりゃ楽園のモナカちゃんも勇者様の総だ。胸のモノクマが弱点みたいに。あそこを狙えばいいんだね。いけ魔物は押し死ね。魔物は死ね。必殺メガドライブドリル。魔物はお仕置きだ。大事な部分が丸見えになったわね。なんだよその銃、なんでそんな武器持ってんだよ。バカバカ。俺っちは勇者なんだ。勇者は絶対に負けないんだぞ。死ね。魔物は死ね。仲間割れって雰囲気でもなさそうね。ということはまさか負けたお仕置きとかだとしたら趣味も始末も悪すぎるわよ。え、何？なんでもないわよ。
それより今のうちに逃げるわよ。そうだね。何も聞けなかったわ。白夜様の居場所も、それにあいつのことも。あいつ？いや、私はダメな女よ。ダメでグズでバカな女なのよ。そんなことないって。深尾さんはダメでもグズでもバカでもブスでもないよ。ブスなんて言ってないわよ。勝手に付け足してんじゃないわよ。こうしてる間にも白夜様はガキどもの拷問に苦痛で身をもだえさせているんだわ。もだえさせて。諦めんぞ。きっとあいつが俺を助けに来てくれる。俺はあいつを信じてる。深川瞳子を信じてるんだ。大変だわ。これからどうすればいいのかな。結局この地下鉄も罠だったし、もう行くところなくなっちゃったよね。あんた、何でもかんでも人に頼る前にもっと自分で考えたらどうなのよ。だってまあ助かりたいと思うようになっただけ。ちょっとは進歩したのかもしれないけど、せめて周りを観察するくらいはしてほしいわね。あれ、あそこって確か瓦礫で埋まってたはずだよね。どういうわけか、さっきのガキと戦ってる間に綺麗さっぱり撤去されたみたいね。じゃあ、あそこから地下鉄に入れるんだね。あんた、ちょっとは学習しなさいよ。いくらなんでも都合が良すぎると思わないの？これが偶然なら、あんたはとんだ幸運の持ち主よ。これも罠ってこと？でもさ、あからさまに怪しすぎて逆にもう怪しくないとも考えられるよね。どういう思考回路してんのよ。さんがやめた方がいいって言うなら私はそうするけど、でも。やめろなんて言ってないじゃない。どうせ他に行くあてもないんだし、罠かもしれないから覚悟を決めろって言ってんのよ。覚悟？分かったよ。せめて明かりくらいはついてるといいけど、もし私が思ったのより暗かったらすぐに引き返すわよ。大丈夫だよ、私も一緒だし。あんたが一緒だから何よ、ペット明るくなったりするっていうの。
驚いたぞ。まさかお前がここまでやるとはな。いいか、お前は一生俺のそばにいろ。離れることは許さんぞ。これは命令だ。お前は犬で、俺がご主人様だ。お前に拒否権なんてないんだよ。